作り参謀です。ナイムです。2022年、今年の全日本卓球選手権もすごかったね。ほんと見応えあったよね。大きな大会を見た後は、新しい技術を取り入れた練習やりたくなるよね。なるなる。そこで今回、参謀が独断で全日本分析やってみたよ。では2024年の新作を紹介。早速だけど一つ目は、高速卓球でも大きなフルスイングフォーム。以前は高速卓球でも、コンパクトにフルミムちゃんやミウちゃんのような選手、多かったけど、今は高速卓球なのに大きくフルスイングする。早田選手や赤江選手、そして張本美和選手など、多くなってきたね。確かにソン・エイサーなんかの前でもフルスイングだよね。やってみた。前陣のライジングボールでもコンパクトにしすぎず、大きくしっかり振る練習。前陣でもコンパクトスイングより、大きなスイングで高速化と威力を両立させてきてるんだね。普段から習慣化させておくと、未来ある選手は特にできるプレーの幅が広がるね。そして二つ目は、回り込んで大した回転を打つ選手はフルスイングカウンターでぶち抜かれる。大した回転を無理に回り込んでる選手は危険。フルスイングでぶち抜かれてたね。やってみた。前陣にいても、速い打点からでも一発で振ってくるし、少し高い打点からでも、強打されてたね。以前からもカウンターうまい選手はいたけどね。ジュニア選手たちもだけど、全体的にほんと多くなってきてるから、わざわざ回り込んでの大したドライブは、ちょっと厳しくなってきてるね。回り込む時のボールの見極めが大事な時代だね。実はそれどころか、バックのループドライブまでもフルスイングカウンターでぶち抜かれる時代突入。やってみた。これも結構多くなってきたね。バックもループドライブするとカウンター体勢に入る選手が多くなってきたし、カットマンのバックカットをバックドライブで一撃で振り抜く選手もいるからびっくり。これも時代だね。三号ももうちょっと下がってのバックカウンターを練習してるとこだけど、まだまだ精度も悪いから練習しないとだね。カウンター技術もだけど、試合中で活かせる練習もしないとね。ここも課題だね。そして最後は、滑るサーブからチキータさせてのガチンコ展開。チキータからの新たな展開？以前は短い無回転を出してチキータさせない展開や、チキータさせて上書きカウンターする展開。多かったよね。でも最近の流行りは、滑る系横上くらいのハーフバックとサーブからの打ち合いで勝負をつけるシステム。ちょっとそれは選手っぽいガチンコ勝負だね。これぞうんこ自身。滑る系サーブでチキータを誘いつつ、ガチンコラリーで勝つ。松島くんなんてちょっとそんな感じ好きっぽいね。滑る系サーブでチキータを強打をさせず、でも程よくチキータをさせる。多彩なサーブで点を取るのも大事だけど、中国選手相手になると、やはりガチンコ展開で勝つしかないのかもだね。頭脳派でいくか、ガチンコ派でいくか、戦い方は様々だけど、ガチンコに強い選手が出てくると、日本人世界チャンピオンは夢じゃないね。そんなわけで、このまま参謀とライム君は、新技術の練習続行。皆さんも前陣でのフルスイングラリー、ループドライブの上書きに、滑るサーブからのラリー展開など、いろいろやってみてね。ではまたね。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。